サンフィールド日本松ゴルフクラブの空中写真2007年5月14日撮影国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成サンフィールド日本松ゴルフクラブは福島県日本松市にあるゴルフ場福島第一原子力発電所事故による放射能汚染のため休業している 1992年に、大和産業株式会社により、当時の福島県足立郡岩城町に、岩城、小浜城、ゴルフクラブとして会場。2004年7月1日に経営主体が株式、会社トータルグリーンに移り、岩城グリーンカントリークラブに名称変更した。翌2005年10月1日には、株式会社サンフィールドが買収。 運営会社として株式会社サンフィールド、日本松ゴルフクラブを設立し、2006年3月15日にコース名をサンフィールド、日本松ゴルフクラブ、岩城コースに改めた。2011年3月12日に発生した福島第一原子力発電所事故後、ゴルフコースから毎時2から3マイクロシーベルトの放射線量が検出されるようになった。 運営会社は事故の当事者である東京電力に対し汚染の除去を求め、同年8月に東京地方裁判所に仮処分を申し立てた。これに対し東京電力側は、被散した放射性物質は無種物であり、当社は除去の責任を負わないと主張。東京地裁は同年10月31日に現状でゴルフ場の運営が不可能とは認められないとして、 ゴルフ場側の訴えを退けた。同ゴルフ場では7月の福島オープンゴルフ予選の開催を断念、従業員17人も9月までに退職している。ありがとうございます。